神谷町、神谷町は愛知県春日井市の北東部にある町である。定番を持たない単独町名である。町のほぼ中央を南西から東北に国道19号が南北には愛知用水が通り国道19号とほぼ並行して内津川が流れる。また町の中央部には春日井市、立上谷小学校が位置している。 豊かな自然環境のもと、のどかな田園地帯が広がるほか、付近は古来より名古屋から旧中山道への接続街道で、ある旧華街道の交通交易で栄えた地でもあり、棒の手などの伝統行事も盛んである。神谷団地やネオポリス、カスが大団地の一部など、宅地開発も行われ、郊外には福祉施設や工場などが点在している。 山々に挟まれた谷間のような地形が、鍵の形に似ていることから。なお、神谷町の呼び名については、神谷という読み方がある。これは東国を平定後の統制から扱いの人についた日本穂高が、この地を通過の際に休息を取ったという伝承に由来する。鍵谷と神谷は、どちらの呼び名も間違いではなく、現在も町の公園や施設では、 二つの呼び名が併用されている。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。